advanced car culture. 今回はですね、こちらのジムニーにイージーアップができたんで紹介していきます。車両は2024年モデルの JB64W で、グレードはヘッドライトのレベライザーがついているグレードになります。カスタムはイージーアップで 1.5 インチ上げて、タイヤホイールだけ交換しています。で、ホイールはスーパースターのロデオドライブの16インチをインストールのブロンズの色ですね。で、ちょっとコンケーブしているような形で、次にタイヤは 2157016 のマドタイヤをインストールで、それ以外は純正のままにですね。イージーアップの特徴は大きく3つあります。まず1つ目は車検に通るギリの高さのリフトアップ量、 1.5 インチの 40mm っていうのを設定してます。だから車検にもそのまま通る。で、2つ目は純正のショックとバネを使うんで、基本的に乗り心地は純正をキープしたまま。で、3つ目は簡単に取り付けができるような設計をしています。で、こちらが実物のパーツなんですけど、素材もジュラルミンを使ってるんでかなりタフです。で、プラスアルファスチールも使ってます。で、こちらは有色メッキをしてるんで、錆にも強く、寒冷地にも全然使えるような内容で構成しています。で、まずジムニーの場合はフロントでリフトアップパーツ、スペーサーがついて、で、リアは2ピース構造になってます。で、ジュラルミンですね。で、あとはブレーキの、リアのブレーキのリロケーションがついて、で、リアショックもリアの方は延長するようになってます。で、あとはグレードによるんですけど、ヘッドライトのレベライザーですね、こちらをリロケーションするパーツっていうのも全て揃ってます。で、この内容をインストールしてもらえれば、簡単に 1.5 インチ車高が上がって、プラスアルファ他のパーツっていうのは何も変えなくていい、純正のままでいいです。スタビリンクも純正のままで、ラテラルロッドも純正のままで使えるようにしています。じゃあどういうふうについているのか紹介していきます。まずフロントから、で、上から見たらノーマルのブレーキラインなどそのままで、で、バネの上側にイージーアップがついてます。ちょっと見にくいですけど、シルバーに光ってるやつですね。あとはスタビリンクとかも純正のままをキープしています。こんな感じですね。で、リアもこういった形ですね。はい、で、リアはまずバネの上にイージアップがついてます。シルバーに光ってるやつですね。で、こちらがリアショックの延長ブラケット、リロケーションブラケットですね。で、上側に見えるのがブレーキホースの位置替えですね。リロケーションブラケットがついて、で、こちらゴールドのやつがヘッドライトのレベライザーを延長するパーツになります。で、あとは見ての通り、ラテラルロッドも純正のままですね。で、こちら側も同じく、こういった感じにインストールできます、はい。続いて車高どれぐらいアップしているのか測っていくと、まずフロント、地面フェンダーが83センチぐらい約で、サイドステップのところは38センチぐらいですね。で、 1.5 インチ車高が上がって、タイヤホイールでもちょっと外径が大きいんで1センチぐらいはアップしてます。で、リアが地面フェンダーがだいたい86センチぐらいで、サイドステップはだいたい40センチぐらいですねっていう上がり幅になります。あと、まあ、ジムニーなんでもっともっと上げたいっていう方もいると思うんですけど、
そういった方にもこのプラスアルファイージアップをちょこっとつけてもらって、でバネで上げるとかしてもらったらいいですけど、やっぱりこれ以上上がっていくといろんなパーツを交換していかなあかんっていうのはあります。購入方法も、全国の量販店さんも取り扱ってますし、もちろんプロショップさんでも行けます。で ACC のホームページに行ってもらえれば、もうちょっと詳しい内容とか写真とか載ってるし、プラスアルファのカートっていうのもついてるんで、そちらで直接購入することもできます。あとこちらジムニーなんですけど、適合はジムニーとジムニーのシエラの方でも適合は取れてるんで、同じく 1.5 インチ車高が上がるような形で車検にも通るっていうパーツ構成にしています。ということで今回はジムニーに新しくイージアップができたんで紹介させてもらいました。